マーロン・ジェラード・バードは、アメリカ合衆国フロリダ州、パームビーチ郡ボイントンビーチ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。1999年、MLB ドラフト10順目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。参加の A-9 バタビア・マックドックスで65試合に、出場し、73進を喫したものの打率。 二百九十六点一三本塁打を記録した。二千年は A 級ピードモンとボールイービルスで百三十三試合に出場。打率三百九点一七本塁打、九十三打点、四十一盗塁という好成績を残した。守備では百三試合の外野守備で守備率九百八十を記録。二千一年は A 級レディングフィリーズで百三十七試合に。 出場し、打率。三百十六点二八本類が十九打点三十二盗塁という高いレベルの成績を記録。ランクは異なるが二年連続で打率。三百点一号本塁が八十打点三十盗塁のラインをクリアし、攻撃、走塁の両面で実力を示した。二千二年はマイナーリーグで十五本塁打と十五盗塁を記録し、九月八日に メジャーデビューを果たす。同年は10試合に出場した。2003年はレギュラーとなり、135試合に出場して打率。303、86得点を記録。ルーキー・オブ・ザ・ヤーの4番目に入った。2004年は106試合に出場したものの制裁を書き、安定した成績を残せなかった。2005年5月にエンディ・チャベスとのトレードで、 ワシントン・ナショナルズへ移籍した。同年は移籍前にフィリーズでも5試合に出ており、2球団計79試合に出場したが、打率266に終わった。2006年7月15日にディーフとなり、トリプル a 級ニューオーリンズ・ゼイファーズに降格。10月31日に FA となった。同年は打率223.5本塁打。 18打点と不審だった。2006年12月8日にテキサスレンジャーズと契約を結んだ。2007年は外野のユーティリティとして109試合に出場し、打率307をマークして復活を遂げた。2008年は打率302は届かなかったものの2年連続で2桁本塁打を放ち、守備面でも引き続きユーティリティとして 外野の3ポジションをまんべんなく守った。2009年には20本類が89打点を記録した。技比はリーグ最多だった。守備面では中堅守での起用がメインとなったが、104試合の中堅守備で守備防御点から10と振るわなかった。オフの11月5日に FA となった。2009年12月31日にシカゴカブスと、 総額1500万ドルの3年契約を結んだ。2010年はオールスターゲームに選出されたほか、自己最多となる152試合に出場するなど飛躍を遂げた。打率も290台と安定していた。2011年は119試合に出場したが、打率が270台に終わり、本類がも5年ぶりに一桁に終わった。2012年は、 レッドソックス遺跡までに13試合に出場したが、打率。070という大不信を呈した。2012年4月21日に、マイケル・ボーデン、後日発表選手のハンター・セルベンカとのトレードで、ボストン・レッドソックスへ移籍。6月9日に、松坂大輔の復帰に伴い、ディーフとなり、6月12日に自由契約となった。レッドソックスでは34試合に出場して打率。 270、オプス、606に終わった。6月25日には、禁止薬物に陽性反応を示し50試合の出場停止処分を受けた。2013年2月1日に、ニューヨークメッツとマイナー契約で合意した。後にメジャーに昇格する。メジャー昇格後は長打を量産し、三振は大幅に増えたが21本塁打を放つなど、活躍した。 2013年8月27日に、ディルソン・ヘレーラ、ビッグ・ブラックとのトレードで、ジョン・バックと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍。一席後初戦のミルウォーキー・ブルワーズ戦で3点本塁打を放った。パイレーツ移籍後は30試合で打率。318.92塁打、3本塁打、17打点と打ちまくり、パイレーツの上位躍進に貢献した。10月31日に、 FA となった。2013年11月12日に、フルスノフィリーズと総額1600万ドルの2年契約を結んだ。2014年は2013年までの自己記録を更新する154試合に出場。ハイペースで三振を生産し、チームメイトのライアン・ハワードに次ぐリーグワーストニーの185、三振を起死したものの、 リーグ8位体となる25本の本類打を放ち、2年連続で20発、80打点のラインをクリアし、長距離砲として一定の水準に達した。2014年12月31日に、ベン・ライブリーとのトレードで、シンシナキレッツへ移籍した。2015年8月20日に、スティーブン・ジョンソンとのトレードで、サンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍。オフの11月2日に、 FA となった。2016年3月18日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月3日にメジャー契約を結び、開幕25人枠入りした。6月1日、成長ホルモンを放出するイパモレリンの陽性反応を示し、2度目の薬物規定違反で162試合の 出場停止処分となったことが発表された。162試合出場停止処分となったのは、アレックス・ロドリゲス、ヘンリー・メヒアに続き3人目となる。出場停止処分の影響もあって34試合の出場に止まり、打率、270.5本塁打、19打点、オプス0.778という成績だった。守備はライトを十一試合、レフトを十四試合守り、ーム失策。 TRS1 と堅実だった。オフの11月3日に FA となった。ありがとうございます。